山田さん、アホなの？お前もなってる、全然だよ。あ、すまない。ふみちゃん、無理やない。ふみちゃん、無理やない。俺もバツイッチ。いや、してる。結露したやつが、こうやって、酸欠になるの。酸欠、酸欠。あぶねえ。おはようございます。あ、寝れてたね、よかった。一回も目覚めるの、いや、とんでもなかった。あのね、危なかったで。アデミナヨネとかで酸欠。何で酸欠ってなるか、そんなもん。なるなる、いや、なるだよ。あの冬用のテントじゃないけん、あの結露して、よくテントで大人数酸欠しんがん。いや、それはあのガス炊いてたらわかるで。違うね、あの、冬用じゃないテントで、結露したやつが、凍るに、バーンと。で、凍って凍って、あの、空気がいかんように。ほんまに？で、あの、で、冬用のやつは、あの、通気があるけん、結露専門だわね。ああ、そういう意味な。その代わり、水、雨とかも通すけど。で、俺昨日夜、頭痛くて。で、息が苦しくてね。めちゃくちゃ。新さん、頭痛いっつって。で、こう、酸欠じゃねえと思って、バーン開けたんだわ。したらもう、めっちゃ楽になって、頭が痛いのがスーって出た。ああ、そう。よかった。そっからもうずっと開けとった。変わってる。ああ、嬉しそうで、ゆいちゃん。めちゃめちゃ楽になったね。よかった。危なかった。ごめん、仲良かった、山さん。ええねん、別にそんな。おはようかった、山さん。乗っていけんの？また山。ちょっと、おはよう。あ、こいつ、こいつ、何してるんですか？あ、じゃコンタクト入れるからあかんぞ、動くな、お前。なんか寒いとかじゃなくて、あ、楽になった、みたいな感じ。じゃあ、早してえな。早し、黙れ、お前。やだ、早してえな。バリになるやんけ、もう一度。待ってましたね、もう。この音、もう、まだあったんだよ。めっちゃイラつくよな。イラつくから起きれるやろ。あ、わかる。みゆきの人はこっちへずれてきちゃうだよ、ね、それ何してんねん。それ何してんねん。邪魔やねん、お前が。それ何してんねん。あ、枕だよ。枕畳んでんねん。片付けしてんの。おう、よいしょ。じゃあ下出ないな。おー、もっと年は、ほんま。あそこまた泣いて。え？ほら。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 あそこまた泣いて。初めてケツ叩かれた。うわ。おはよう。え、エリちゃん、こんな参考あんの今まで。ないですよ。ないですよ。あの、明神にしたってないから。そうやんな。やのに。え、エリちゃんないん？ないや。よう、来てんな。だって、ゆるふわハイカーだから。だって、今回はゆるふわだからって。いや、俺もそう聞いてて。俺も聞いて。俺専用のゆるふわみたいな。ゆるふわではなかったけど、ふわハイカーやな。だけど、高妻は、普通に登ったって、まあまあゆるふわじゃないなって思ってる。あ、そうなの。普通に登ってもゆるふわじゃないの。うん、そうです。今どんな感じなんて？もうずっと同じやで。どんな感覚がここずっとビリビリしてる。ビリビリしてるの。指で何掴んどうかわからない。一緒一緒。いや、最初はもう何もわからん。なんでそこ、いや、おしっこだからもう我慢してご飯をパッと食べていくのか。いや、
な今その出て行ってほしいな俺に。いや。なんかこうしたいからってこと？マジ怖い。怖い。いやいつもより怖い。何だ。ほんまやね。舐めとけや。近いねいつも。行きたくないって。山頂行きたくないって初めて思った。つらかったな、つらかったな。ラッセルもしんどかったやろ。だいやマジでそれはいい。 寒さだけがほんまに手の寒さだけも、ね、ラッセル平気やって。お前でもラッセルそんなにしんどくなかったんや。うん、別にしんどい。いやではない。辛さは普通に歩くより全然5倍ぐらいしんどいはずやで、こっちの方が。しんどいよね。なあ、みゆき。8時間ほぼほぼラッセルしてんのに。ほんで、マットをとりあえず、もう両サイドに。昨日の逆バーでな。うん。でも手袋あったらラッセルはいけるって言ったらな。すごい。なあ。すごいすごい。うん、できることならやりたないもん。俺もやってない。なあ、なあ。飲んでる。もう破けても知らんけどね。ダメやろ。やばい。破けたら知らんでって。母ちゃんこいつ。何出てきたの？そんなことするお前が悪いみたいな。あ、怖いな。出てきたの？入れ物。出てきてないんやろ、うん、そんなんみんなで使ったんやん。怖いですね。君と発想怖いわ。もう引っ張りすぎて、お前破けたら知らんねん。発想怖いわこいつ。お前の顔も怖い。普段せえへん顔すんな。吸える状況ちゃうかったしな。無理や。それでも吸ってたけど俺は。これ、はい、ありがとう。あ、これな、ありがとう。あの、あれやな、お次は舞台行った時な。これ、そうそう、舞台見に行った時な。あ、俺もいい、ありがとう。もうジャックに入ってた。うまい。外側だけ。外側だけ。ゴミだけってこと？でも、この状況やったらもう言い逃れできへんよな。俺しかおらんもん。その別に言い逃れもしようとしてへんよ。入れる人なんて、十分におらへん。顔マジで言うたん。あ、全部出ないか。出ました。オッケー、ちょっと払おうか。はい、ほんなポール取っていきます。はい、これ、これ、誰これ、誰ですか。内張り誰やった。あ、内張り一応で、藤本だ。何普通に聞いたお前。何で今普通に聞いた。いや、こう二人がよう行ったで、あれほんまに。よう先頭行ったで。まあ、みゆきはもう経験者として扱ってるから。そうやな。ある意味ありがてえことやな。すごかった。いや、そうや、そうや。怪我人も行ってるから。怪我人も行ってる。本当だよ。怪我人も、怪我人ちょっと褒めだって。怪我人もありかまだ、ほんまに怪我したん、してたのかな。ちょっと疑惑出たもんな。ラッセルしすぎてな。そう。めちゃくちゃラッセルしとったもんな。めちゃくちゃ、入らんかと思った。ほんまに。まあ、そうやな。そういうことで、じゃあ、降りましょうか。降りようか。うん。はい。じゃあ下山、はい、はい、下山の開始。じゃあおしこしてきて。これ全部俺らが作った道やぞ。なあ、かっけえ。みんなすごかった。あー怖いね。これは怖いからやめとこう。分かった。このさ、雪山ってさ、うん、ほんまに条件やからさ、うん、行ける行けへんは、うん、今日なんてこの穏やかさやん。ほんでこんだけ道ついてたら、うん、今日上がる人はさ誰でも来れる。あ、そっか。風ないし水もう俺らが道つけてるやん。これは上がれるわ。上がれる、絶対上がれる。昨日の半分の時間で上がってこれるから。こんだけ綺麗に道ついてるからさ、こんだけついてたらおう。
まあ、これが雪山の難しさやな。この標高ってさ、8時間かけて上がる標高ちゃうからさ、めっちゃ低くてショックやったもん。やろう、まだこんだけしか上がってないんかやんか。そうでさ、山頂もうちょいやって言ってさ、それやったら手も死なんで済むかなと思ってたやんか。で途中で激痛でさ、そう、やばいな、でもこんだけ頑張って上がってきたもんなって振り向いてさ、全然高ないなと思ってむっちゃショックやった。でもこんだけをみんながさ順番で上がってきたんやから、すごいな。なあ、手はさ、個人差とあと装備やから車内ってこと？あのだから昨日の装備が、あの手袋であかんかったっていうだけの話やから。あ、そうか。あ、俺もそうやった。そうか、耐久性ではなくてな。いや、俺はだからもっと早い段階で、あのウールの手袋に変えときゃよかったんけど、もうめんどくさいやん。まあね、途中で止まってね、そういうのようあるから、めんどくさがらずに変えることね。そうやね、いや、お前はもう他に変えがなかったから。そう、あれ以上に強いのはなかった、時間とやっぱ見えてこへんからさ、行って使ってあかんやったらまた考えようっていうことを。こんな3時間かからんで。ああ、下り3時間かからん。やったー。あー、手痛い。しびれてる？今しびれてきてん。しびれダーシマウナギ知ってるか？知らん、なんそれ。しびれ知ってる？知らん。まあこれ、この辺多分リョウがキャプション入れてくれるから楽しみにしといて。あ、そっか、分かった。しびれ、こういうもの出てくるから。しびれダーシマウナギ、民命消防官に乗ってる話やから、まあ多分リョウがうまいことやる。お願いしますね、リョウさん。この間俺ら先生って言った時にライデンがどうとかで話になった、覚えてない？あれ撮ってたから。まあ無理しろよ。出た、スパルタやから。危ね、この辺怖かったもんな。ここ危ないじゃん、もう根っこめっちゃ。うわ、すごいな。これこっちバッサー行くで。あ、ほんまやね、抜けるな。よいしょ、根っこに引っかからんようにお気をつけなすって。はい、了解。この辺、お、また根っこやな。ほんで雪がふさっと乗ってるだけやから、ふやもんね、もう見えんと怖いわ。ね、これ全体ついてるわ。あ、オッケー。怪我しててんな、やっぱしてたな。うさいと思ってた。絶対してない、ほら昨日のラッセン見とったな。あ、すごかったからな。俺行きよって、昨日でも行動食ほとんど食うてない、ね、エリちゃんが、あ、こっち、あ、そうやな、あ、食い差し来たんやと思って。今食べたし、やばいな。やばいな。やばいで。で、エリちゃん半分しか食わんねえやと思って。こうやってエリちゃんからって渡したら、こっちやと思って。やばすぎるやろ。ありがとうございます。あ、でも飲む前に食べる。やっぱ取られへん。梅味って。梅や。梅？おもろ。うまいよ。美味しい。やった。ありがとうございます。取れた。いただきまーす。俺が見るのは基本的に民命消防官。そうや。俺らは民命消防官オンリーや。これ知らない。え、先駆け男塾。先駆け男塾。なんだ？知らん？エリちゃん。世代やろ？世代だけど。民命消防官という辞書があんねん。そう。何でも載ってんねん。何でも載ってんねん。まあ聞いて、まあそういう声かな。行く？ゆっくりな。山田のラッセルクソの役にも立たん。あ、行くで。おーい。ここや、休憩したとこ。
かわいすぎる。ちょっとこれ iPhone 15で撮っといてほしい。これ O じゃない、あ、惜しいねや。写真撮っといて、これかわいい。ちょっとアホやからかわいすぎる。じゃあ、あのほんならさ、お月この横にバーンと寝て上向いて、そこの写真撮らなあかんよな。分かった。うん、あ、じゃあよし、顔見えへんな。顔出せよ、お前。うん、こっちにも僕言ってる。ああ、オッケー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 。エリちゃん、エリちゃん、ちょっとそっと潰したあかん。うん、イエーイ。お月を入れないとダメだね。お月入れて、はよしたってな、多分寒いから。しかもやっぱ牧場やからええな。エリちゃん、あの逆のこと起こるわけやから、今から。いやいやいや、うん、いやじゃないから。全部も脱ぎました、ね。いけるいける、ちょっとはい、そっち行っていけるって言うんじゃん。もうこんなん無理です。最年長と最年少が体張るっていう。じゃあさ、みんなでさ、さあさあさあってこう横にこう、うるさいから早寝ろさっさと寝ろ。疲れちゃう。ああ、エリちゃんが立ち上がらないとダメ。ああ、もちろんもちろん。それがやっぱサンダーバードヒルズ。いや、大丈夫大丈夫、もうすぐやから車。空いてる。うん。そういうとこ好きやわ。勢いがええ。まあ勢いええ。まあまあ、そのあんだけ嫌がってた割にはまあまあノリノリでやってるやん。ああ。そういう。やばる。ああ。怖い。怖いよな。悪いで。ほんまに。悪魔や。俺割とこういうのは平気やね。怖い。みんな知ってるわ。ジローなんであんな笑ってんねん。ジローはいつも笑顔。あそこってな、俺らな。あそこ、あの、おい、あそこってんぞ、俺ら。夏やったら一瞬やで、あれ。あそこまで一瞬やで、ほんま。であれが戸隠やと思うわ。あ、あれ戸隠、これだと思うね。あ、戸隠ってこんな低い山なの。だけど、あの蟻の戸渡りっていうのが、有名やな。あ、あれの稜線が蟻の戸渡りだと思うね、ずっと。はいはい。雪山を知れたな、今回は。おぉ、西方もさ、うん、もちろんあれも紛れもなく雪山やけどさ、はい、今日の方がほんまに条件によってこんだけ左右されるっていうのがさ、ね、よくわかったな、なんか。わかったな。うん。なんか、西方で感じてた厳しさとかさ、うん、怖さとは全然違ったな。全く違うな。うん。顔料体の怖さと、そうそうそう。切量というかな。そうやね。こんなに違うんやな。でも、雪山のパターンって主にこの2パターンやからさ。うん。まあ、いっぱい短期間でいっぱい知れてるよな。どっちもいい感じに楽しんだわけや。まあでもみんないなかったらな、こんなに楽しく行けてないから。金カチアルプス？金カチアルプスっていうの？コンゼじゃないの、あれ。あれ金賞だと思ってた。金賞か。コンゼやんな。あ、そう。金カチ。もう漢字あかんない、片山さん、基本。ほんまにな。お、こんぜこんぜ。大体、金勝ちって書いて、金勝ちって読まんって、大体の人が思うと思うで。読み方わからんでもええけど、金勝ちはないなって、大体の人が思うねん、大体。じゃあ、安っぽも俺が間違いやよ。そうや。アンパチって読めへんかったとしても、安っぱとは読まん。何よ。あるってねえ！正解なんだった？いや、正解は、安心の安に八でアンパチって読むねん。こいつのとこ、あの降りんのが大阪方面から行くと。で、読み方は俺分からんかってんけど、まあアンパチって聞いてん。で、初めて来るとき、あの安っぱで降りてなって言ってた。お疲れ様です。お疲れ様です。しんさんが来ます。なんでしんどそうなこと今さらしようねん、アホ。足引きずってんぞ、あいつ。演技がかってきた。だるいわ、ほんま。お疲れ。お疲れ。頑張ったよ、頑張った。鼻に入れるんだよ。はい。ちょっと、ハッシュタグがあるから。そう、あるから。なんで？落ちちゃった。
なんで鼻に入れようとしてるところで。鼻とのなって言うとハッサグはね。まだあるよ。ほらまだあるよって。突っ込、私が突っ込んでいい。いいよ。撮って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 。撮ってる撮ってる撮ってる。写真撮ってやって。あ、結局私撮るやんけ。あ、わかった。